はい、レオンチャンネルです。劇場版仮面ライダーリバイアスのバトルファミリア見てきました。そしてギーツ登場した。いろいろね、分かった変身の流れとかフォームチェンジというかベルト関連の、あ、こういう風に使うのねみたいな、そういうのが少し判明しましたので、ちょっと話していきますが、まずね、バトルファミリアね、爆発がすごかった。なんかね、夏の仮面ライダー、なんか久々にシンプルな夏のド派手な仮面ライダー見たなっていう満足感がありました。お祭りっぽさがすごくって、もうオールスターみたいな。ただレジェンド戦隊とか出ずに本当にリバイス探索でオールスターになってて、めちゃくちゃ面白かったし、時系列的には最終回5の話でしたね。リバイスまだ終わってませんけど、リバイスってこの後こういう展開になるんだっていうのをちょっと分かっちゃったっていうか、まあそういうのがありつつ、今回の立ち塞がる敵が仮面ライダーダイモンね。ちゃんと大きな敵で、赤石長官と双璧をなす人物ですごく良かったですね。ただ今日の深夜0時に TTFC 先行で今回のバトルファミリアのエピソード0が25分作品として配信されて、そっちもそっちでね、むっちゃ面白かったんだけど、ここまで前日談を詳しくやったら、前日談を見てない人はバトルファミリアついていけるのかなと思ったら、ちゃんとね、バトルファミリア内で全部その TTFC のエピソード0で説明されたものは全てしっかりと解説されて、前日談を見なくても分かるようになってましたね。まあおおよそ予告で語られてることが映画で起こるってところなんだけど、1時間10分20分ぐらいかな、ほぼまるっとアクションで、そのテンポの良さはすごかったですね。あとはギーツの話に行く前に、これはまた後ほどねポチるとして、昨日さ、ジャンヌ・アギレラの続報が来て、追加キャラはまさかのダイモン・リンコ、リンコちゃん、ウィザードのリンコちゃんが、警察官のリンコちゃんが同じ服装で登場するって。しかも刃、ユア、バルキリーも声のみではありますが登場するそうで、これで TNT のガールズライダー展示全てキャラ揃いましたね。ここに書いてある通り、ウィザードに登場したダイモン・リンコーとゼロワンに登場したバルキリー、声井桁弘恵って書いてありますから、ユアの顔出し登場はないけどバルキリーの声のみの登場はあるみたいです。同時変身とかあるっぽいな。そしてギーツね、夏映画でもいい感じに絡んできて、ハーフ&ハーフライダーじゃねっていう風に言ってましたが、当たってました。やっぱりハーフ&ハーフで変身してた。ただね、またそれが面白くって、ゴーストのトランジェント体ってあるじゃん、あのパーカーをかぶってないブラックのアンダースーツに骨だけが浮かび上がってる、あのトランジェント体みたいなアンダースーツ、真っ黒いアンダースーツの状態があって、そこからこれ2つのコレクションアイテム使うんじゃねっていう風に言ってましたけど、これだった。ベルトがね、2分割する。ここさ、斜めの分割線あるじゃん、右半分のベルトと左半分のベルトに分割されてて、右半分の状態で変身するとまずはキツネライダーに変身で、下半身は黒いんですよ。でそっからバイク的なこの左半分のパーツを取り付けることでフォームチェンジしてキツネバイクになると。まあちょっとまだ正式名は分かりませんけど、ベルト自体がコレクションアイテムになるのかみたいな、ちょっとまだ詳しいことは分かりませんけど、とりあえずこのラインに合わせて右半分のベルト、左半分のベルトを付け替えることでフォームチェンジするみたい。なので右半分で変身、左半分でフォームチェンジってことなのかな。だからこのベルトの付け替えで様々な仮面ライダーが登場するんじゃないかなと。なのでこの前面パーツだけ販売して、いろんな仮面ライダーに変身できるような、この右半分だけ販売されて、こっちが多分変身系だから、で左半分のフォームチェンジパーツがいろいろ発売して、自由な組み合わせができる風だったりとか、まあ基本の組み合わせがこのキツネバイクみたいにあるんじゃないんかな。だからこれ見えづらいけど、こっちにもねグリップがあるんですよ。なのでグリップがついてるベルト本体を2つ掛け合わせてベストマッチするって感じ。いやそれすごいけど、結構追加アイテムお金かかるんじゃねみたいな。これまではねコレクションアイテムっていうと1個1500円とかだったけど、2500、600円のパーツを揃えていくとか、そういう感じになってくんじゃないかな。でもこのパーツをサイドベルトにカチャってはめるとかだとでかいから、これ何がハマるんだろうって感じだけど、なので一応フォームチェンジパーツがこっちだから、これを外してここにはめるみたいな、なのか別でこの辺スキャンするアイテムがあるのか。なのでベースのバックルがあって、その上から2つのパーツをはめることで仮面ライダーになると。
ベルト自体を2分割するとは思ってなかったからビビったマジでと思って、で武器はねこれ使ってたかな、とりあえずここにねもう一個仕込み武器があってそこで戦ってたりしましたね。右半分が上半身担当、左半分が下半身担当で2つのベルトパーツを組み合わせることでベストマッチ状態が完成するような仮面ライダーになってましたね。あと変身のねシステムボイスも01ドライバーみたいにザ・システムボイスって感じのもので、今回のリバイスドライバーみたいに声優さんとか声を担当されてる方が歌うはしゃぐみたいなそういう感じじゃなくって、その辺はまた変化がありましたし、あと僕このリーツの A の部分がキツネの耳と尻尾っていう風に言ってましたけど、レオンさんここ主人公の名前のエース、主人公が浮世エースだからそこから取って A なんじゃないですか、だから A から XYZ までのキャラクターが出てくる可能性があるんじゃない。アルファベットって A から Z までで26文字なんで割る2して13人、要は1つのベルトで2つのパーツを使うから A パーツ B パーツみたいな、アルファベット分パーツが出れば13ライダー分ぐらい完成するので、13人でもねまだリュウキと一緒だもんね、アルファベット分のパーツ全部出るかみたいな、ある意味ガイアメモリ的な感じ。いや妄想広がるわって感じで、上下に分かれたビルドみたいなそういう組み合わせで変身する仮面ライダーでしたね。ベルトごと左右に分断されるとは思わなかったから、コレクションアイテムが2個はまるのかなと思ったらもっとダイナミックな使い方でしたね。いやすごい。まああとドンブラザーズの方もねなかなかの見応えがあって、劇場版にそれ持ってくるんだみたいなサプライズもありまして、内容的にはいつものドンブラザーズでくだらないところとサプライズびっくりするところとがいいバランスになっててね、ドンブラザーズはもうザ・ドンブラザーズだった、すごかった、よかった。なので2つ合わせて2時間ぐらいかな、110分とかだったかな、まあ2時間近くあります。まあどっちも面白かったんで、まずドンブラザーズが上映されてからバトルファミリアって感じでしたね。とりあえずあとはあれだね、ダイモンとキマイラが使うこの変身ベルトの受注開始がいつになるかってところですね。またそれは公開されましたら、情報公開されましたらポチりたいと思います。以上レオンチャンネルでした。